皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回も、ジャッジアイズパート43始めていこうと思います。海藤さんが撃たれて多分あのビルにいるっていうところなんですけど、サイドケースとか新しいの出てるけど、矢上さん準備はいい？まずは海藤さんを助けに行こうと思います。ああ行こう行こう行こう、早速行こう。とはいえどうやって行くの？もう正面突破か。てめえ矢上、なんでここが。くそ、おお、もういきなりもうしっかりやるんかな。もうこいつらなんてもううちらの敵じゃないで、もうさっさと中入らなあかんねんやから、こんなやつら相手にしてる場合じゃない。よし、二人でやから、いい加減にしろ。もうサクサクっといけんじゃん。行こう矢上さん、今ならそんなにここめちゃめちゃ人、いやでもそっか、囲ってきてる、来たやつら全員おったりするんかな。羽村の頭の周りにゾロゾロいたもんな、この前。あれ、こっちから来たんやったっけ。え、いや、違う、久々ピッキング。ちょっと待って、少しだ。めっちゃ久々やねんけど。よし、うちの敵じゃないはず。開いた。うん、時間制限とかもないから楽勝ですけど。あ、あいつ、あのなんとかステッキ男、やばいやつ。やっぱ羽村の手下やったんや。あー、羽村危なー。まあ綺麗な目はしてるけど、こいつやばいやつやんな。でも、もう うちらの敵じゃない。あ、でも囲まれてるから、ちょっと待って、まずこうして、あ、違うんですよ。まず演武にしてブーストにし、で、なんか出ろ、出た。よしこれさすがに無理か。でもよし、いいぞ。あとはステッキ男やけど、やばい、ちょっと待って、これ致命傷やってくるか。いや、いける、頑張れ、矢上さん。ちょっと待って、もう11になったし、もう一回発球ぐらい。まっちょ、あっちょ、もう防御したらあかん、防御、刃物のやつには防御無効なので、もう頑張ってやる。あっ、外した。ちょっと待って、いや、もう敵男しかおらんよな。もう一回ぐらい発見したい。あー、無理か。いや、もうこのまま押し切れ。よし、あれ、あ、うん、大丈夫やんな。あれ、なんでそんな中ボスずらすんの。お前ら、死ぬ気で時間稼げよ。お前、何者やねん。ハムラに割と信頼されてんのかな。それでも外中の人たち。てか、まだやる元気あるんや。あー、外しました。まあ、もうこんなやつらは敵じゃない。おいし、だいぶヒートゲージも稼いだぞ。発見をこいつらのおかげでいっぱい決めれたので、よし。え、回復した方がいいかな。まだ大丈夫か。回復はいっぱいあるんで、まあ待たせたな。何も待ってへんねんけど。むしろこっちが待たせたなっていう立場じゃん。何言うてはるんこの人。まあ、でもこんなん、おらステッキ好きやな。そのステッキ術は誰から学んだん。独学？田村さんに学んでたりすんの。こっちもこの気で来るなら、こっちやって負けじゃないで。へい、あ、微妙に残っちゃった。ちょっと海藤さんどこなんよ。お前にかかってる場合じゃないねん。これじゃやれねえか。どれを持ってきたってやれへんわ。ちょ、海藤さんのところに案内してや。こっち外に出てったで。このビル意外にでっかいな。別に回復とか落ちてないな。よし、海藤さんの傷大丈夫かな。おやさんがお腹を押さえててくれたりするか。あ、無駄にヒートゲージ使っちゃった今。まだ EX モードが続いてたか。矢上さん、電気、こんなんじゃ戦えないよ。え、でも結構見えんで。ちょっと待ってろ。え、このままじゃ動きにくいな。どこかで明かりをつけよう。え、そこの足元にあるこれ。ありがとう。めっちゃ簡単やん。今はさすがに簡単に見つかったけど、隠されてたりすんのかな。あ、いっぱい鍵がかかっている。仕方ない、ピッキングで開けるか。見ただけでわかる。え、お、お、お、
どこ行きやがった。なぎなぎなぎ、どこから。クソ急がないと、時間制限あり。スタミナ X1 個使ってそこの拾いたいな。でもとりあえずこれを開けます。うん、楽勝ですね。あ、待て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 、一旦 U ターン。スタミナ X1 個使って、あ、でも満タンにはならへんのか。まあ、ほんでここに落ちてるの拾っときましょう。で、お待たせー、相手してあげよう。あ、チャカ持ってるやつがおる。っていうかさ、チャカ対策ちょっとしてきた方がいいよな。いつもさ、なんやかんやで最後はなんか拳銃が出てきて、あわわわってあの手あげる羽目になってるやんか。なんか防弾チョッキとかこうつくもしに作ってもらったりして持ってきた方が良かったかもしれへんな。その辺どう考えてんの、八神さん。あっちまた絶対チャカ向けてくるで。よし、傘立てを拾って、あー、落とすな落とすな。あ、ここは鍵開いてんねや。あ、またなんか落ちてる。これ、あ、これもスタミナ。じゃあ飲んどこ飲んどこ。おいし、飲んで拾い、なんか持ってっとく。ドア開けたら落としちゃうからな。一旦ドア開けの、おおお、ここまで来やがったか。あいつ元気やな。お前ら遊んでやれ。え、相手してくれへんの。なんであんな余裕なんやろ。まあじゃあ相手してもらおうか。はい、よし、これでしまいかな。ほんま全然相手になってへんねんやから、あのステッキ男も何考えてんねやろうな。こんなやつら止められるわけないって。やがみ、まだ分からんのか。あっちは割と自信あるんやな。なん、それはそれめっちゃかっこいいやん。ちょっとくれへん。あ、でもさす、いきなり致命傷や。別にオーラでもなんでもないのに、そういう武器の威力によってはオーラ関係なしに致命傷になったりもするんか。もうちょっと待てよ、ちょっと待てよ。他にも銃おる。え、気のせいか。ちょっと、あ、いや、うん、ステッキだけやな。とりあえず雑魚やりの、うん、で、あ、ちょっと待って、今チャッキーって言ってたのに、うん、分かってたのにな。ちょっと待てよ。よし、まあでも着実に行こう。最悪最悪救急セットも持ってるんで、あの致命傷もね、あの病院行かずとも回復することはまあできるんですが、こっちもじゃあそうするならこうしちゃいますよ。ちょっと待って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 、こうしてこうして、あ、いや、もう11になったので、ちょっと待って待って、こう待って待って、なんか出へんかな。掴んで、いや無理か、いいか。よし、あ、普通のヒートアクションや。あー、まあまあええやろ。よしよしよし、うん、うん、いや、いや、頑張れ八神さん、頑張れ。よし、はい、さて、ダメか。銃でダメならもう無理やろって思わん。元気やな、結構バチボコ殴っとんねんやけど。なんであんな元気なん。ここキッチンか。炊飯器持ってっとく。よし、炊飯器片手で握りしめてんで。よし、で、炊飯器、あ、あ、炊飯器壊れちゃった、クソ。で、このビル意外とでっかいな。はたから見たら こんなでっかいとは思わんかった。で、またこの先が、また暗。八神さん、はーい、そこそこ、はいはい、足元足元分かってるって。足元ポチって押すだけやで。杉浦くん、そんなアホちゃうやろ。よいしょ、あー、やー、うん、見えへんで言ってた割に敵に一直線で暗闇の中行ってたやん。あ、でも杉浦くん結構食らってんな。なんか仲間に回復とかなんかご飯とかあげれるあれあったらいいのにな。おいし、で、ここも片付き、上に行くと、ほんと、うん、え、一応回復しとこうか。じゃあ寿司食べよう。寿司食べて、肉まん食べて、豚キムラーメン食べ、あ、まあいいか、豚キムラーメン食べて、
これ回復したの杉浦くんにも反映されてたりすることはないんかな。一緒に食べましたって。食べてへんわ。あげれへんのかな。豚キムラーメンいる？お湯ないけどバリバリ食べる羽目にはなんねんけどさ。よし。あ、ここもまだ暗くて暗くて、つけたら敵がいるパターンじゃない。あれ、ここここ越えてけってこと？おいよん。あ、またげってことねほんでここ細いところを通ってってん？あ、なんか落ちてるぞ。あれ何？よいしょ。スタミナか。回復しちゃったよ。杉浦くんこれ飲みんや。スタミナ見つめることしかできひんの？飲んだらいいのに。あ、いたいた。あ、ここまたいでいける感じ？おとなしく待っててくれたな。よし、ほんじゃまたこいつらも相手していくか。パッケージ決めて、ヒットゲージ溜めてこう。ナイス。ここも片付いたかな。もうほんまにザコはぬるぬると溶けていくな。さすがにステッキ男にはまだわちゃわちゃするけど。でこれも、あ、栄養キットや。え、うん、いや、まだ先あるな。もうちょっと後で使おう。使うとしても、あ、いた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 。しぶといやつだな。あれ、また相手してくれへんの？おい、相手してやれ。してよ。どういうつもりで、どういう指示をハムランの頭に受けてんねやろうな。そんなぬるい対応してて平気な。やばい、杉浦くんが瀕死や。大丈夫か？次の扉行くで。ちょっと雰囲気違う扉やけど。あ、あいつ鍵かけてったんや。開いた。よし、開いた。鍵かけたところですぐ開けられちゃうのにな。あ、また暗いぞ。あ、やばい、杉浦くんが口から血出して大丈夫か？え、なにこれ、ボタンか？ん？カチャって言ったぞ。遅かったな。待ちくたびれた。こっちも待ちくあ、言えへんかった。杉浦、僕のことはいいから。八神さんは海藤さんを。いいことないわ。あ、行かせると思うか。行かせてもらうで。結局それは何なん？次銃も剣もあかんかったけど。おお、トンファーって的な二刀流。おお、いきなりやな。ちょちょちょ、待て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 、やばい。でも刃物じゃないから防御がしっかり間に合ったらできるんか。いや、でも防御、うん、防御できる。一発はできるけど、でも弾かれて二発目が入っちゃうような感じかな。少し暗い。あ、なんか電気ある、電気ある、電気電気電気。違う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 、これ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 、違う違う、これ、あ、これこれ、あ、つけた。よし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 。いや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 、そっちだって暗かったら結構嫌なんちゃうの。うわー、うんうん。ちょっとそろそろ回復か、そろそろ回復かな。いや、もうちょっと粘りたくはあるが。お、いいぞ。なんかなんか普段あんま見えへんやつ出た。狙って出せたらかっこいいねんけどな。やるもん。いや、そっちもようやるわ。うん？え？お、手品披露してきた。やっぱ本気でやるときはこれだよな。結局それがお気に入りなんや。いや、でも防御できんぞ。ちょっと待った。え、やばいかな。いや、え、うん、え、いや、うん、え、うん、いや、こいつにやんのちょっと嫌やねんけど、これ使うか。致命傷もちょっと回復するし、体力もちょっと回復する。あ、うんうん、ちょっとって言っても結構回復するやん。さすが。よし、使っちゃった、使っちゃったけど、これはきちっと出るのか。まあ言うて言うてな。ふん、よし、避けてからのボコボコや。よし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 。やっぱ物に頼ってちゃあかんって。捨て頃で捨て頃でこう、ふん、あ、クラックだ。あ、でも後ろ取れ。うわー、ちょっと待って。あ、ちょ、フェイン、あ、よし、今後ろ、あ、うん、うん、今正面、後ろ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 、当たらない。あっちもなかなか避けるのうまいな。ちょ待って、ブースト使い。よし、悪く思うなよ。よし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 。ふう、あ、決まるんちゃう、終わりや。さすがにこれでもうこいつは戦闘不能になってくれ。よし、お、おわ、EXV
ブースト切りたい。いい加減にしろよ。こういう移動中も使っちゃうことを学んだので、さすがに終わりやな。あのステッキさ、もう今ぐらい借りて、あ、消えちゃった。消えちゃったよ。借りていきたかったな。あ、でっかい扉ある。え、でっかい扉ある。ボスか。ちょっとな、ここはな、ここは卑怯と言われようがなんやろうが、カイトーさんを確実に救出するためにもしっかり回復しますよ。まあ、致命傷はなくてよかったな。まあまあ、こんな軽量キットあるんでね。そんなに心配しなくていいのは分かってるんですけど、食らわないに越したことはないしな。サオリナももう飲んどこう。こういう時よ。ボス戦と思って。で、回復もしっかり。じゃあ、幕の内弁当を食べーの。じゃあ、アンマン食べよう。糖分も取って。よし！完璧。行くぞ。ヤガミさん。頑張ろうな。ヘッポコハイゴレーやけど。頑張ろう！救うぞ！カイトーさん！大丈夫？お腹押さえてもらってるか？ダーン！垂れ流し！ハムラ。まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか。この野郎。でも待ってはいたんやな。カイトーさん話せ。逃げててもおかしくないけど。てめえが指図できる立場か。あ、でも一応ガーゼとかはつけてくれてるけど、あんなん地上でもなんでもないよな。いや嘘やん。おい、呼んでるぞ。あ、よかった。よかないけど意識はあるな。てめえ、さあ前見ろ。やめ。全部で今度こそ蹴りつけられそうだな。いやでも突進やっただけじゃ心配。銃の方行くな。大丈夫？大丈夫じゃないけど、とりあえず生きてる。結構時間なさそう。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。頑張る。やってやるよ。絶対救うぞ。てめえはナポリ殺しだ！いやでももういよいよ、さすがにこれでハムラーと決まるか。やるぞ。かっこよく決めたいが、この今までのこいつほんま、もともとはもう無罪にしてやったのにさ。空落とし決まった。やった。めっちゃたまたまなんですけど。いやでも捨て頃対決なんいいな。あ、さっきどっかやった銃も消えてるから、いいぞいいぞ。なになに、おお、大丈夫か。ボタンやったら絶対に決めたい。絶対に決める。よし、おいいぞいいぞいいぞ。よし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 。あ、でもなんか変。あ、違う、今焦っちゃった。あ、最後かっこいいヒーターしか決められず。え、でも全然大丈夫やったやん。うちのパワーだけじゃなくて、もう矢上さんの怒りのパワーで普段より攻撃力マシマシやったんちゃうの。え、ハムラってこんなもん。矢上さん、終わった。あ、終わった終わった。杉浦、そっちも無事だったから手伝ってくれ。ちょっとあいつ、カイトさん怪我どんな感じ。縛り上げといた方がいい。一発食らっただけだ。一発が重すぎるよ。一人で歩ける。無理やろ。いや無理無理。そんなに血出して何カッコつけてんの。まったく。素直に頼って。あ、よう、俺も手貸すぞ。大丈夫。東、なんかボコボコにされてたのは見たけど。あ、おやさん、おやすさん、外にバンが止めてあるから早く医者んとこへ。
俺はまだ用が残ってる。おう。あ、え、銃あったんですか。あれ、もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃしねえんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。え、やあ、カモラはやる。まだ口は危険だろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。とりあえず全部情報はよこしてもらおうか。ご自慢のモグラは近くにいないのか。肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。どうまずいの。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえとお前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か。お前やな、親父。モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい。羽村がどこまで根性を見せられるのか見ものだな。どう、こっちにつくか。どっちみちもうプライドはズタズタやんな。モグラは俺らで捕まえる。うん。どこに行けば奴に会える。奴は一体何者なんだ。黙ってないで答えろ。なら殺せや。お、何、そっちを取る。なめんじゃねえ、俺はそんな簡単な男じゃねえぞこら。さっさと弾けや。その覚悟はあっちにはあるんや、さすがに。そうかよ。え、大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。あ、結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追手が。え、襲ってくんだろうな。おやさんもいんのに。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああ、いい店があるんだけどさ。ああ、キャバレー本丸園ってわかる。ふん、凶霊界のアジトだよ。何、あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。いやほんま、凶霊界側からしたらなあ、もともとは目に拳銃もうバチボコ打ち込んでやろうっていう気でいたような人らやからな。人間違えて撃っちゃったけど。おー来たな。おー、塩屋さんまでいる。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんだっか。俺ははじめまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます。ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。うん、塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか。どないしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。さすがにあんたらも手伝った方がいいんじゃない。逆らえへんやろ。厚かましいの、八神。ごめんな。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。まあな。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。いやでもだって、あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。そうやで。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。さすがに何も言えへんやろ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。え、条件。そっちの話が済んだら
ハムラは俺らによこせや。ああ、いいよ、ふん、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。もう命握られてるもんな。あ、ここで一旦セーブか。いや、うん、時間もまだ全然大丈夫やから、このままセーブして続けて撮っていこうと思います。とりあえずセーブしてきますね。